現実、物質、分離世界と捉えていた。ミクロの小宇宙はプラズマ、非現実、神の領域と言ってよい。常温核融合の世界であり、人類は1万年以前は量子の科学を持ち、それゆえに当然すべての科学は真実である、未知神秘の中であるをベースに存在し、すべてが一つであった。悲しみの世界。
幸せとなって、そうティナは深き
強き神が意識の中、シディとプラズマに乗せて美しきスートラで願いを伝えた。分離世界によって本当の自分、愛の現れである真の自己を失ってしまった神の子たちへ送る壮大な叙情詩、スペクタクルロマン。誰もが本当の幸せを手にしてほしい、若たれを信じ何かにならないとと信じた闇となってしまった神の子たちへ、愛へ戻りなさいとティナが、シディとプラズマの力を借りて宇宙へと伝える大スペクタクルロマン。本当の君と会える約束の場所2。愛は悲しみに乗せて現在制作中。愛しさは悲しみのスートラに乗せてシディとプラズマになる。